皆さんこんにちは、教えて台湾のめめです。前回ですね、台湾の旅行北部、中部、南部を分けておすすめのスポットを投稿しましたよね。で、今回はいよいよ東部のおすすめスポットについてお話ししたいと思います。ぜひ最後までを見てください。台湾の地図を見たことがある方は知っていると思うんですよ。台湾の東部ですね、2県が分けてます。まず花蓮県 と台東県ですね。で、この県と市を含みますね。で、山と海に面して地理的に優れた場所になってます。まずは花蓮から行きたいと思います。花蓮の観光を話しましたら絶対外せないスポットがありますよね。タロコ国立公園です。タイロク公園と、この国立公園は面積、総面積ですね、9万2000ヘクタールを誇る台湾の国立公園です。すごく大自然になっておりますし、すごく迫力の地層と青く澄んだ清流は世界的にもすごく有名になってます。で、ハイキングコースもいくつもありますし、コースごとに異なる景色が楽しめることも可能です。ここの観光はすごくぴったりになりますので、ぜひ参考になってください。次はチーシンタンです。チーシンタンは花蓮市の郊外にある場所です。ここの青い海と海岸ですね、すごく美しくてたくさんの人々を魅力する人気スポットなんですよ。断層によって形成された海岸はユエヤ湾とも呼ばれています。で、ピーチの周辺はいっぱいカフェ屋さんと民宿とかいっぱい並んでいますし、家族連れと恋人とかと友達グループがたくさん訪れる人気スポットになっていました。で、このチーシンタンですね、もう一つのルールがあるのが、観光風景区に指定されているため、開館の石ですね、持って帰ると罰せられますのでご注意してください。次はカレンコンテナスターバックスです。花蓮貨柜星巴克です。ここですね、台湾で最も美しいスタバとも言われるスターバックスカレンワンストアですね。廃棄されたコンテナを利用して作られて、90棟ずつ回転させて4層かなの組み上げられています。まるで巨大のアートのようなんですね。で、ここの建物をデザインしたのは日本人の建築家熊健吾さんになって、このコンテナの妻の部分が窓になっています。窓からカレンの山が綺麗に見れますので、すごく人気スポットに変わりましたですね。カレンの旅が疲れたらここで少し休憩で景色を見ながら美味しいコーヒーをいかがですか。次はドンパーマン夜市です。2015年にオープンした、まあまあ新しいカレンで最大の夜市ですね。台湾の一般的な夜市とちょっと違うところが出て、通路ですね、すごく広くて歩きやすいんですよ。多分台湾の夜市の中で一番歩きやすい夜市じゃないかなと思います。またその敷地内ですね、すごく広いので、軍事 の戦闘機と戦車のレプリカはNATO の展示もしています。で、もし見たことがない方であれば、すごく見に行くのがおすすめになってます。で、夜市の中の両側には屋台やゲームなどを楽しめるお店が並んでいますので、飽きることもなく楽しめると思います。で、ここの名物は焼きトウモロコシですね。ぜひ行った時に食べてみてください。次は瑞穗牧場、瑞穗牧場ですね。ここは花蓮県に位置する牛乳メーカーの観光牧場になってます。
台湾の中山山脈にすごく近くて、めっちゃ綺麗な水源や牧草に恵まれた牧場になってます。1969年 当初はババヤを育てたんですけど、1985年 の台風でババヤが全て全滅してしまったんですよ。で経営の方針をできれば台風に当てても損失のない乳牛の放牧に転じして、新鮮な牛乳や各種 の乳製品などの生産を始まりました。でここですね、めちゃくちゃ綺麗な空気と自然な風景に癒される牧場では、乳牛に牧草を与える体験など親子でも楽しめるプログラムも用意されてますので、家族向けのお出かけスポットにもすごくと高評価になってます。でちなみに台湾のスーパーやコンビニなどでよく見かける乳製品、統一瑞穗鲜乳、ドイツ瑞穗、牛乳はここの牧場から出品されました。はい、いよいよ台東県に入ります。で台東県がもちろんいろいろな観光スポットがありますね。ですごくすごく有名なのはボーラン大道です。バラン通りです。でボーランダーダーは、台東県池上湖にあるノートです。で、通行許可証保持者以外の車は通年禁止するので、もし車で行きたい方でしたら進入しないようにお気をつけてください。直線の道路は天柱一本もなく、両側の田んぼをですね、畑ですねを2つに分けてグリーンバラン脱出ロードとも呼ばれてます。でなぜそこまで有名になったかというと、2013年の時ですね、金城武が出演した、エバー航空の CM で有名となりました。でロケ地として目当てにたくさんの観光客ですね、押し寄れるようになりました。でもし皆さんが行きたいんでしたら、ぜひ綺麗な田んぼは風に揺れる稲の穂が忘れないほどの綺麗な景色がすごく魅力的です。はい、次は知本温泉です。知本温泉です。ここの温泉ですね、台湾東部で最も有名な温泉地、知本温泉です。日本でいうと湯布院とも言えるかなと、圧倒的有名度が持つ温泉地ですね。毎年は台湾人じゃなくて多くの日本人もここの温泉を利用しています。でかなり昔から川から温泉がコンコンと湧き出したと言われてます。この地域に住む原住民ですね、特に卑南族、有史以前の昔からずっとこの温泉を利用していたと言われてます。この温泉の観光名地として開発を始めたのは日本統治時代だそうです。次はリュウタオとランユです。でこの2つの島は台湾の離島になってます。で太平洋に浮かぶリュウタオとランユは世界の一緒と呼ばれています。で火山爆発後マグマが冷えてできた火山島です。で行く方としては台東駅から富岡漁港に向かってリュウタオまでフェリーで約1時間で、ランユまで船で、フェリーで約2時間かかりますね。でこの2つの島ですね、海の生態がすごく豊かで、海岸の景色が自然のままに残っているんですよ。海洋民族の文化に触れることもできます。でスノーケール、ダイビングで海中散歩、海を眺めると、星空を見上げると夜明けと日の出を見るなどは
あの都会で体験見れないこともすべてここで堪能することができます。多分ここにいたら一生忘れられないあの島の旅ができるんじゃないかなと思います。はい、以上が台湾東部のおすすめスポットを一部を例を挙げました。もちろんその他にも、まあ、たくさんのおすすめの観光スポットももちろんあります。一応先ほどの場所はご参考になれば嬉しいと思います。それではまた次回で動画でお会いしましょう。この動画のチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。バイバイ。